池田隆秀は、佐賀県唐津市出身のプロ野球選手、宇藤右内、北海道日本ハムファイターズ所属。唐津市立成は小学校4年生の頃に、重ゲズライオンズで野球をスタート。当初は保守だったが、後に、投手へ転校した。中学生時代には、ボーイズリーグに加盟する地元の公式チーム、東松、ワンダーズに所属すると、 4期連続で同リーグの全国大会に出場。2年時には準優勝を経験した。中学校からの卒業後に進学した創価高等学校では同級生の田中正義がいた。田中は故障で中堅守へ転校していた。田中と共に創価大学へ進学してからも田中が2年時からエースとして注目を集める一方で、 自身は3年時まで故障からのリハビリを優先した。しかし、4年時に東京新大学野球の春季リーグ戦で初勝利を挙げると、秋季リーグ戦で最多勝利と最優秀防御率のタイトルを獲得。ベストナインにも選ばれた。日本学生野球協会からも表彰され、2016年の NPB ドラフト会議の直前には、 田中と並んで上位指名の候補に挙げられていた。東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で指名を受け、契約金7000万円、年俸1200万円で入団した。担当スカウトは沖原義則で、背番号は30。同年のドラフトでは、田中も1巡目で5球団から指名された後に、抽選で独占交渉権を得た福岡ソフトバンクホークスへ入団している。 2017年には、一軍公式戦での先発デビューを予定していた5月に、左足首、8月に、右足首を捻挫。その影響で一軍昇格のチャンスを逃したが、イースタンリーグ公式戦では、11試合の登板で4勝1敗、防御率2.72を記録した。2018年には、春季キャンプ中の対外試合から高騰を続けた末に、 先発要因として公式戦を1軍でスタート。4月1日には、千葉ロッテマリーンズとの開幕カード第3戦で1、軍公式戦へのデビューを果たした。この試合では、敗戦投手になったものの、2週間後の対埼玉西武ライオンズ戦でも先発を任されると、6回1、3を投げて11安打で5点を失いながらも1、軍公式戦初勝利を挙げた。 その後も先発登板が続いたが、通算で1勝5敗と黒星が先行したため、5月下旬以降は、救援要員に転向。一軍公式戦全体では、15試合の登板で1勝5敗、4ホールド、防御率5.91という成績を残した。なお、シーズン終了後には、台湾でのアジアウィンターリーグに、n p b イースタン選抜の一員として出場。 台湾選抜との優勝決定戦で先発に起用されると、八回路に悲哀重奪三振、無失点の高頭でチームを優勝へ導くとともに、リーグの MVP に選ばれた。2019年は一軍登板なしに終わり、戦力外通告を受けた。11月19日、育成選手として再契約を発表。2020年は開幕直後にトレードで池田俊が入団したため、 報道上の表記及びスコアボード上の表記が池田隆に変更された。シーズン終了後、支配下選手に復帰した。背番号は以前と同じ30である。2021年2月27日に横尾春立との交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍することが球団から発表され、3月3日付で日本野球機構より公示された。移籍後は、 先発要因を期待された起用で、オープン戦3試合10イニングを無失点と好投。開幕ローテーション入りをつかむと、開幕3試合目の3月28日、古巣である楽天戦で、自身3シーズンぶりとなる一軍公式戦登番を、先発投手として果たした。4月13日の西武戦では6回1失点に、抑えて遺跡後初勝利、自身1094日ぶりの白星となった。 その後は時折10日間の登録抹消を挟みながら、先発ローテーションを回っていたが、援護に恵まれないことが多く、黒星が先行した。8月15日の対ソフトバンク戦では、ドリューバーヘーゲンが調整の一環で、ショートスターターとして先発し池田は2番手として、登板し3回無失点。これが3年ぶりの救援登板となり、ホールドも記録された。 最高急速時速1 5 6トルを計測したストレートに、スライダー、カットボール、シュート、カーブ、フォークと多彩な変化球を織り混ぜる。幼少期には、スモグリでサザエなどを取っていた。小学生の時に、ジップが心臓バイパスの手術を経験。後にうつ病を発症したため、それまで専業主婦だった実母が、新聞配達などのアルバイトで、 家計や池田の学費を賄っていた。このような家庭の事情を背景に2016年 NPB ドラフト会議の直前からドラフト緊急性特番お母さんありがとうスタッフの密着取材を受けた。会議の当日に全国ネットで放送された同番組では池田や家族への取材をもとに以上の追い立ちを再現映像を交えながら紹介。池田自身も 楽天からの指名を受けた後に生中継を通じてジップと揃って出演した。ギターやピアノの演奏が趣味で楽天への入団後から居住している球団合宿所泉沼資料の自室にもギターを持参。折に触れてギターを演奏している。また試合に登板する前にはブルーノ・マーズの楽曲を聴きながらリラックスに努めている。ありがとうございます。